場外に直径50メートルの円墳でございますけどね。高さが全部中にどれぐらい、10メートル以上だろうね。これあらあら、これ行かれへんねやろ。マスが一本上に、ね、頑張ってますけど、これ一本だけマスが上がれるのかね。右方向です。右方向ですか、はいはい。あ、横見かなってるな。下から10メートルぐらいね。これ上がれるのかね。上がれないか。前カツラギ団でございます。今後だ、今後だ、今後だ、雪や。首上がられるかね、はい。全然上がれませんでしたね、はい。心上がるけど、上がれませんでしたね。これはちょっとまずいね、はい。まとれてるね、花飾ってあるからね。こういったらいけるか。残念でございました。上がることできなかったやつは。宮鈴鹿古墳、形がきれいに残ってますね。石から、あら、見えんか。ここまで来ても見えんか。ダメだな、残念でした。随分高いね。半分しか回れないか。竹だらけだな、竹だらけね。竹ばっかりや。いけないか。ほら、雪降ってるな。雪残ってるかね、これ。雪残ってるね、これ。ちょっと上がれないかね。直径50メーターぐらいだから大きいんやけどね。高さは10メーター以上あるね、これは。そうだろうね。コメントあると聞いたんだけど、それ見えないわけやわな、ここ歩いたかて。あ、これや、この話やな。これで固めたやつっていうのは。なるほど。民家やからね。これですよ、これ。はい、確認取りましょう。これね、ほら、すごいことになってますわ。真横までね、民家になってるから。これは
これ西から見るとこんな感じですよ。これ。あそこで先上がったとかよね。もう一瞬窓だね。まだ奥がいいやな。これが京奈和自動車道か。あの上に上がっていった道があんねやろな。あ、これや。